五十数件の地方調査で、パイロットの音声を分析してまいりました。その成果の一部については、一昨年の防衛輸出シンポジウムで発表させていただきました。また、費用については、先ほど防衛大の先生がなさっているような費用を積もっており、さらには国土交通省で、管制官の費用を音声から何とか分からないという研究を五十数年行われております。覚醒、これは目が覚めているかどうかということですが、これはフランスの研究者が、フランスの航空事故調査当局の援助を受けて、寝て目が覚めた後、その睡眠の感性というのが働いてですね、要は眠れた状態が続いてしまうということが知られています。そういったものを声からわからないかという研究もなされています。続いて、虚偽につきましても、地方当局で真面目に研究もなされておりますし、残念ながら中には認識ソフトがあってですね、これで嘘が分かるというソフトも、某外国製でありますが販売されております。また感情についても、俳優さんが、発するような情感を込めたものというのは比較的シミュレーションされやすくて 80% から 90% の一度で、シミュレーションできるようになっています。ただし、自然に話された声、いわゆる自然発話というものについては、2009年に各国の研究者が集まって、コンテスト形式で同じ自然発話のデータベースで、どれぐらい感情を自動認識できるか、やった研究でございますが、それによりますと、おおむね 40% 程度という数値が発表されています。実験方法です。成人男性7名で、実験協力者につきましては、実験の概要とリスクについて説明した上で同意書を取りました。環境は20度 45% ということで、運動に快適な環境を作り、身体負荷、これにつきましては、運動強度を100ワットから450ワットまで34分間かけて徐々に上げました。で、その時フライトビルを動かして、人間自体もどんどん歩きますので、騒音はありました。57.5dB ということで、普通の車輪型で 2.4 メートル離れて、十分回転できる。身近な例で言うと、神社やお寺の境内程度の音でございました。心理指標としては、1970年にスウェーデンの心理学者ボルグが発案し、運動強度のところでもかなりあちこちで使われておりますボルグシャフトというものを使いました。非常にきついか非常に悪だるかというのを通じて随時答えていただくというシンプルなものでございます。整理指標としては眼底内視鏡である心拍数をお持ちしました。音声につきましては48キロ24ビットでサンプリングいたしまして、経験学習者の音声分析ソフト、これは医療関係、もしくは音声言語の研究でよく使われているものを用意しました。で、発話する内容につきましては、余分なら認識的な負荷を与えないようにするため、数字の読み上げ等といたしまして、基本周波数や振幅、高調波、高調波のエネルギー成分などを調べました。実施の状況を動画で一部ですが、ご覧いただきます。これは運動を開始して、もう終了30秒前、速度 4.6 キロ、勾配 8% のものでございます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしてこれが運動後安静の時ですが、運動後安静の時の音声はこちらです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。分析結果です。まず選択した身体負荷指標が与えた身体負荷をきちんと表現できているかどうかを見るために、トレッドミル方向をした時の時系列で心拍数、自覚運動の強度がどのように変化していたかというのを分散分析という手法で分析しました。その結果、身体負荷の上昇に伴ってこれらが上昇し、また各フェーズによる有意差が認められました。そこで音声
指標と心拍数の関係を1対1もしくは1対2さらには2対2もしくは3対2という形でいろいろな組み合わせで相関を見ました。その結果最終的には左に示したような音声のような指標のカテゴリーの1基本周波数と基本周波数の左にさらには高調波と非高調波といったようなもののエネルギーの成分が取れました。でこれらを導入いたしまして共同分散行動分析という手法でモデルの構築を行いました。で先ほど残っている3つの指標の変化は横軸が時間軸で縦軸が安静時を1とした時の動きになっております。上から基本周波数強調率は声の高さでございます。で周波数鉄道の LLT というのは3周期の周波数の変動成分を平均してスムージングして見た成分です。で下の高調波や非高調波のグループの中のソフトフォメーションインデックスというのは声紋のこの閉じる強さを表すものでございまして、まあ、声の柔らかさとか硬さといったものを表します。でこういったものを導入し音声で身体負荷を推定するモデルを構築いたしました。左に先ほどご説明申し上げた指標があり青はそれぞれの相関定数で矢印で引いたところの数値がパス係数どれぐらいそれに重み付けをつけて次のものへ持っていくかというところで簡単に申し上げますと要は身体負荷の上昇に伴って声の高さが上昇し高さの左が減少し柔らかさも減少していたと。そしてこれらをモデリングでそれぞれ重み付けることによって身体負荷の変動の 55% を説明できたということになります。なおモデルの適合度の使用については確認いたしまして適合度が高いということを確認しました。でこれは心拍数の変化を示しています。そしてオレンジは自覚運動強度の変化そこに音声だけで作ったモデルの結果を上昇させますとこのようになりおおむねトレンドを再現していることが分かります。これは実験者元より実験協力者 A のです。で B の方の場合同じように重ね合わせますとこういった形で若干の変動はあるんですけどもおおむねトレンドとしては再現しているということが分かりました。で今後検討すべき事項ですがデータの蓄積とモデルの静止化の2点を考えております。ストレスの応答も個人差や政策を考えまた実際の運用場面の環境や負荷に基づいたモデルが必要かと思います。さらには認知的な負荷心的な負荷のモデルの構築そして身体負荷と認知心理負荷の識別が必要かと考えております。こちらがまとめに今後でございますが、こういったことを積み重ねることによって、モニタリングシステムも感度及び識別率の向上につながると考えております。ありがとうございました。ご質問をお願いします。どうもありがとうございました。それでは、ご質問の OK、ご意見がございましたので、質問者にとって質問がないというのが一番寂しいものです。はい、お願いします。
そういった方が優秀なそういう方がたくさんいれば、そういったものはいらないんですけども、指揮官が判断する上で、やはり主観だけに頼らずに、先ほど徳野先生の発表でもあったんですが、そういった客観的なデータも参考にしつつ、最終的な指揮官が合同合を決心するということに役立てたいと考えております。どうもありがとうございます。それではどうもありがとうございました。